つくしにタンポポ、そして桃の花、なんとも幸せな景色じゃないですか。遠くに南アルプス、八ヶ岳。今日私は中道に来ています。もう花が満開な時期はちょっと終わったんですけれども、これ桃の花です。スタンポポがすごい。こちらはトウモロコシ、美味しいトウモロコシをもうこの4月からこうやって育ててるんですね。近所の人たちが休憩ですね。こんにちは。今ちょっと甲府に移住したいっていう人たちのためにこの地域紹介しようかなと思って写真を撮り歩いてる。見晴らしよくていいのに、ここは本当最高です。なんか過疎化になっちゃって過疎化になっちゃってね、でも結構移住してくる人たちもいますよね。いいんだよ俺がと。そんなにいない。バスが通らんだもん。あ、バスがね、交通手段がね、交通が悪くて、うん、いやだけどそのうちリニアができるから死んでっからだよ。死んでっから。いやでもあと7年っってっからさ、あと7年後ぐらいに。とても7年は口で言っても。いくつに見えるね。え、いくつ、うんうん、え、本当のことを。え、言っていいね。本当のこと言っていいさ。68ぐらい。え、68ぐらい。俺25っちゅうもんで、25、25兄貴。え？え？え？その二人25違うの？65プラス25。え？ちょっと待って。65 90？ 先だよ先。90平米と3なるだよ。え？え？元気で。皆さんあんまりお会いというと次に来れんよ。ああいうね、そういう人と話を次に しません。だって普通の95っつったら93だなんて言ったらこんなん元気にしてないでしょ。2つか3つお会いそうじゃいいけんね、うん、あんまりお会いそう言うとね、うん、話したら次に相手に言うからね。嘘、やばい、68は言い過ぎか。いやだけど68、だって腰だってピンピンしてるじゃないですか。どこだってピンピンしてるさ。で普通に畑仕事してるんですよね、お元気。今これ機械持ってってよ、このバスだもん。ない俺はどこでも飛んでくだよ。すごい、ちょっとなんか都会の90以上とは違いますよね。で鍛え方が違うもの、やっぱり。これ山椒、これをね、うん、こうして山椒の元が木があるから、ええ、トマトしよう、また持って。木があるな、木からね、木をこのこぎりで切って、うん、切ってこれ、これから実を取って、葉っぱなんちゅうものはこんだけしかないんで、これをね、山椒を煮て、煮ればこれのさらにまたこのくらいになっちゃうで、煮るから、だからこの山椒の葉っちゅうものがいかに尊いかということを知らない人じゃ話すと仕方がない、うん、山椒ってこれなんだ。そう、これが元の木だから。バナナってすごいよ。すごいいい香りがする。その香りの問題だ。大丈夫大丈夫。でもね、遠目にさっき遠目に映ってるところだけちょろっと映さして。いやだからもう本当2人とも見えない。これは何の木だ。柿？違う？わかんないな、私には。あ、違う、梅だ、梅。梅干し？あ、梅干しじゃなくて、うん、干してないし。梅。へぇー。
嫌だった？嫌でした私は。うそ。こんな最高なところないと思うんだけど。で東京とか出てたまに帰ってくるとあいいところだなって思うんです。まあねわかるそれ。私もまあそうだったかな。大人になって気づくんだよね。何が価値かってね。本当そう。こんにちは。え、あ、何これ、おたまじゃくし。久しぶりに見た。いやこれすごい、ちょっと怖いぐらいいる。おたまじゃくし。ゲルの子か。え、ゲルの子供。ゲール、カエル。あ、カエル。すごいこれ、いや最高ですねこれ。いや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 、わかります、ゲールね。ゲールなんとなく変えるかなみたいな。ゲール、 ゲール、いやこれ、いや素晴らしいですねこれ。こうやっていつもお茶してるの。そうそうそう、最高それ。あ、これが名刺名だった。で身になってるんですか。そう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 、すごいねえ、自然の原理ってすごいもんだ。すごい。で花がまず咲きますよね、ここで。花が咲いたらやっぱ忙しくなるわけですか。これ自然に、あの受粉はしてね、うん、これはねこれ受粉しなくてもいい種類だから。へ、自然交配しなきゃいけない種類があるってこれは受粉がある花を取って、この中のね、あの何あれなんだっけ、粉を、粉受粉する粉って、ね、うん、受粉する粉、花粉、花粉、そうそうこの花を、ね、お姉ちゃんが知ってで、花を取っちゃう。花をね、うん、上の方を下だけあればいいだけ、上はいらないの、もうこれは上が落っことしてあるだけ。一回ね、つぼみの時に、あ、つぼみの時にもう花を落としちゃうんですか、ね、咲く前にね。咲きすぎて困るから、うん、これこそね取らなきゃね、ぎっしりこう花がついてて、おことさんも。そうか、私たちはほら見る分にはね、うん、ぎっしり咲いてぎっしり咲いてる方がいいかと思うけど、でもこの木はもう一回上が落としてある、落としてあるんですね。綺麗には落としちゃないから、うん、また落としてあるくらいよ。そしてね、あのいっぺんに落とすといい桃が取れないっちゃけ、かっこいいのが。畑も二度目に来てるんだけど、一、うん、回上落として、こんな二回目。手がほんとかかるで、桃は。ほんで、また二回くらい落としくるでよ。押しなきゃ、いっぺんに落とすと変な格好になっちゃう。ああそうなんだ。私たちがね思うと、花が咲いたら勝手に実がつくって思っちゃうけど、うん、勝手につくんだよ、うん、これがね、みんな黙ってれば、うん、みんなついちゃ うけど変な形になっちゃうから、 そのために手数を、ね、増やして、だからある程度、ある程度撤回して大きくして取る。なるほど。あ、で小路湖の方の富士山麓の方に抜ける道があそこにあって、そこにあるのが宿という乳母口ですね。中道王冠といって、静岡の方から魚とかいろんな物資文化を運んできたと言われてて、でそこが宿場町でした。それがつまみなん、なんか柔らかいとこでね、ここで声で、くじけるとこでこうくじくって声ね、はあはあ、くじけると声で、それ取っちゃっても平気なんですか。そうそう、じゃあまた出るから。また出るの、うん、じゃあ永遠にその目のところを、そう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 、声、いやーすごい。ちょっと私も取ってみていいですか。取って、見え取るし、いやーじゃあ取ってみよう、うん、先っちょを取るんですか。え、先の方を、うん、ならね、くじけるところでくじける、くじけるところでっていうのは、これ折れるところで、こうやってこうやってくじけるところでシャッとくじける。なるほど、こういうのしてる、柔らかい、柔らかいっすよ。あ、本当だ。今日は中道地区の
宿という集落に来ました。山も美しくて花も美しく素晴らしくいい場所でした。ということでここから甲府の市街へ戻ろうと思います。